冒頭にもお伝えしたようにですね、催眠と瞑想の可能性というので理想のパートナーを表することができると、で幸せな結婚生活で、私もですね、50歳の時に20歳年下の妻、引き寄せた時には20歳年下っていう年齢は入れなかったんですよね。入れずに、こういった時にはこんなふうにして、あんな時にはこんなして、あんな時にはあんな、なんだ、こんな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 条件を人を来てちょうだいとかってですね、意識のようにビヨンと送るとですね、来てくれまして。ほんで、出会ってからこれまでですね、復元化したことがあって。で、2人ともいろんな好みが同じでですね、お酒も2人でお酒飲みでですね、楽しく日々暮らしているという感じで。で、こういうのができちゃいまして、でこの方でですね、多くの人が幸せな結婚をすると。でさらにはその、ホームページに、行っていただきましてですね、先ほどはアナウンサーのコメンテーションだったんですけど、この行っていただきましてですね、それでここで、ホームっていうところを押していただきまして、で、ホームのところの、この選べる理由っていうところがあってですね、で、この幸せな結婚ができるというところをクリックすると、なぜ幸せな結婚ができるんだろうかというですね、このネットは遅いんですけどですね、で、この、どうやってやればいいのかっていうのを、ちゃんとここにずっと、理論から、やり方からですね、いろいろ書いてありまして、ずっと下の方に行きましてですね、ここで幸せな結婚した方の感想とかというとですね、実際にこのダニエンスの、このプログラムを用いてですね、幸せな結婚した人の様子がですね、これとってたくさん書いてあります。これでそういうとこはあとこのダニエンスのこのところのですね、本こっちの方の、さっきの選べる理由の次に主なサービス、こんな方におすすめというメールマガジンとかラディアンスブログとかですね、あとニュースというところのところに、ここで幸せな結婚のための8か条とかっていうので、どうやったら幸せな結婚ができるかとかですね、それから今日のこのセミナーの内容とか、それからこのところではそのさっき言った結婚力アップ集中プログラム、今午前中のメンタル学習中プラン、こっちは、結婚力アップの、メールがですね、こっちは結婚力アップ集中プログラムで実際に結婚した人で、結婚力アップ集中プログラムでですね、今結婚途上の人のですね、ことがですね、こういうのがたくさん書いてありますので、ぜひご覧ください。で、このメールプログラムっていうのは、このところにアドレスを入れていただきますと、このページのですね、何ページかにわたって解説しちゃうんですけども、このところもですね、で、これがですね、順番にメールで届きますよって、9ステップのメールで、あなたを幸せな結婚にいただきますみたいな感じですね、なっておりますね。楽しみにしていてください。ほんで、この引き寄せる、引きつけるとか、そういった引き寄せの法則とかっていうのをですね、使った願望実現セミナーっていうのが、今度は11月の23日にですね、勤労感謝になってしまうと。で、価格は2万5000円なんですけども、これでですね、お金が引き寄せられたりとか、チャンスが引き寄せられたりとか、幸せな結婚相手が引き寄せられたりとかするんでですね、こんな値段なんか、ただみたいなもんだみたいな感じになりますので、ぜひとも参加してください。ほんで、この実際に、さっきの、メールセミナーの方に、出てるんですけども、K さんっていう人がいましてですね、で、この結婚力アップ集中プログラムで、ずっとこっちの方の下の方に下がってます、この K さんっていう、ジーンこの書いてありました。いろいろここに K さんの近況はこちらをご覧くださいとか、 K さんから嬉しいメールが来ましたとか、 K さんから日々の自己催眠100時間10時目に入ったっていうのメールが来ましたとかっていうのを書いてあるんですけど、この K さんなんですけども、この K さんがですね、どんな人と結婚したいのかっていう理想のパートナーリストっていうのをこの、セミナー中に書いていただくんですけども、そうすると、やがてですね、自分の周りにその 90% 以上の条件を満たす小人候補がどんどん周りにやってくるようになってしまう。で、婚活パーティーに出たところですね、2回も指名独占状態。私はまだ婚活パーティーって行ったことないんですけども、婚活パーティーに行くと一番最後に誰とお付き合いをしたいかっていうふうなものを紙に書いて投票するってことになった。で、その時に、異性の、これはこの人は絶対嫌だっていうふうな人以外にですからですね、全員にあなたとお付き合いさせてくださいっていう申し込みが来ちゃった。
それも2回も連続しちゃったっていうんでですね、もう私は絶対幸せになれるっていうのが本当に確信ができた。それからこの人はジュエイヨなんですけども、これまでですね、赤字になったことが一度もないんですよというふうな感じで、このラディアンスの。ラディアンスの瞑想セミナーとか、そういう催眠療法とかに参加した、するとジュエイヨなんでですね、営業日数が減っちゃうんですけども、営業日数が減っても、ラディアンスにたくさん来た日月の方がたくさんの収入があるとかっていうんでですね、このラディアンスのエネルギーっていうのをしっかりとですね、感じ取って、うまくいってしまっている人っていうのがあります。で、さっきの今度のメールを読んでいただきますと、結婚力アップのメールセミナーの方のところのページに行っていただきますとですね、この人のことについてたくさん書いてます。